ッハで5つ。センチソールセット。レッツ。オン。オン。はい、ということで今日はこちらのゴーフォンメモリアルエディションをマッハで紹介していくぜ。それでは早速やっていこう。バンマリン。セット内容はこちらです。ゴーフォン本体とチェンジソールになります。まずはゴーフォンから見ていきましょう。やっぱりいつ見てもかっこいいですね。ゴーフォンはゴーンレッド、ゴーンブルー、ゴーンイエローの3人が使用する変身アイテムでしたよね。ズバリ正解。ゴーンブルーガラケーっていうこの感じの見た目、うわもう懐かしいよね。懐かしいよね、しかもメモリアルエディションということで様々な部分が進化しているんです。おはい、まずはネジ穴、この辺だったり、この箇所とか、デラックス版にはねあったネジ穴がこんな感じでしっかり隠れてるんです。ほんとだ、すごいね。ね、しかも表だけじゃないですよ。じゃん。裏面見てください。裏面もさ、ちゃんとここにデラックス版はネジ穴あったけど、そう、うわ、なくなってるわ。すごいですよ、もうこの箇所だったりもうこのね、各所しっかり隠れてます。すごい、さすがメモリアル、ね、ってことはやっぱり劇中でソウスケが持ってたそうゴーフォンに近いってことだもんね。そう、もうさらに劇中に近い仕様になってる。これはもうめちゃくちゃ嬉しいよね。そしてね、この開いた状態のこの部分ですね、はい、こちらも隠れてるんですよ。すごいこだわり。はい、もうすごいですよ。いや、もう私たちにとってはありがたいね。ありがたい。そして今回特別にこちらの、ね、玩具のサンプルを用意したんですけど、待って、お気づき。いや、それさすがちゃんとトラップが作れる場所があるじゃん。そう、これあるんです。え、ってことは、さっきみたいにストラップをつけて持ち歩けるってことでしょ。そうそう、めっちゃなりきれるじゃん、やばー。そして次は新規造形スイッチの増設ということで、はい、見てください、こちらですね。このようにスイッチが増設されてるんですよ。何に使うんですか。気になりますよね、それは後ほど、改めて紹介します。はい、はい、そしてね、他にもこちら当時のデラックス版にもね搭載されていたこのスライドキーシステムも入ってます。スライドキーシステム、あ、名前があったんですね。そうなんですよ、はい、そんな名前だったんだ、はい、へえ、この動きやっぱ使って遊んでたから、めっちゃ懐かしいね。ねー、思い出すよね、次はチェンジソール、こちらも変身に欠かせないアイテムですよ。このね、手に取りやすいサイズ感、いやーこれ懐かしいですね。懐かしいね。しかもやっぱエンジンソールね、見た目がかっこいいじゃん。単体で音声も発動するし、もうなんか集めたくなる要素がさ満載だったよね。いやもう本当にそう、私も結構持ってた。あ、やっぱりそうだよね。そしてこのチェンジソールは変身時にね音声を鳴らしていくのに重要なんです。ほうほう。というのも背面に新規ボタンが追加されています。このボタンを単押しすることで効果音やソウスケの変身前のセリフもなります。そして長押しすることで変身時の BGM がなります。一連でなりきり変身できるってことじゃん。そういうことです。すごくない？一連でできちゃうんですよ。やばい。はい、早速マッハ全開でゴーンレッドにチェンジしていきたいと思います。マッハで5つ。チェンジソールセット。レッツ。オン。オン。はい、最高ですね。いや、もう本当大好き、ね、もうね、本当かっこいいもん、この変身。いい、え、しかも、ちょっと気になったことがあって、BGM が、あの変身の時によく流れる印象的な BGM じゃなかった、あれ、これって入って気づきですか。そうなんです、すでにエンジン戦隊ゴーオンジャーとエンジン王チューンナップの2曲がね、収録されていることは決まっていたんですが、はい、正義のロードを突き進むの収録が決定しました。ブンブンちゃんの12話でも登場したじゃん、そう、うわ、だからこのタイミングでこれはそう、今この熱いタイミングで盛り上がってるところでね、うわ、もうスマイル満開だね。変身前に
チェンジソウルからね、ソウスケのマッハで行くぜっていうね、音声を鳴らしていったけど、最初のと合わせて4種類、はい、全部で。すごいすごいですよね、聞きたいですよね。聞きたい。じゃあ早速聞いていきましょう。俺たち正義の味方だからさ、行くぜ。一度でダメなら何度でも決めるだけさ。うおー、いや、お前にもう次はねえ。あ、すげえ、やっぱこれ熱い、熱すぎる。あ、まあ、私あの私、あの一個前の回でちょっとトラウマだったからさ、まあ、このセリフでね、うわーってなったんだよね。懐かしい。そして変身した状態でも音声を聞くことができます、うん、さっきとは違うソウスケのセリフやソウスケとスピードルの掛け合いをね、聞くことができるんです。もう聞きたいね、早速聞いていきましょう。俺の戦い方はマッハで前に出るだけだぜ。俺の一番の相棒はスピードル、やっぱりお前だぜ。ダルダル、やめろよ相棒。みんな、もう一度正義の味方になってくれないか。お前たちの相棒も待ってる。もちろん行くぜスピードル。世界が危ねえんだろ、放っておけっかよ。そうだろみんな。おいいね。うわ嬉しい。ソウスケらしいセリフにスピードルらしいセリフ、そして掛け合いも最高だよね。そうだね。なんだろうね、この相棒感。本当に ね熱いんだよね。この人とエンジンのね、この絆っていうかさ、本当感じるよねこの2人 ね。そう、2人の関係性めちゃくちゃいいね。バンマニー、さらに変身以外にもエンジン合体モードも搭載されています、うん、おーいいね。やっぱりさ、ゴーオンジャといえば合体だからね。そう、うん、聞きたい聞きたいですよね、うん、エンジン合体モードの音声を聞くにはモード切り替えをしていきます、新規増設のこちらの背面のスイッチを長押しすることでモード切り替えをすることができます。あとは劇中と同じようにコマンド入力をすることでソウスケとスピードルの合体時のセリフを聞くことができます。おー、今回はエンジン音の合体音を鳴らしていきましょう。ではモードを切り替えて5本セット、エンジン合体。ダルダルダル、エンジンをチューンアップ、ゴーオン。いやーやっぱりかっこいいわ。合体する時のさ、あのスピードルの説明もさ、うんうん、ちゃんと入ってるし、うん、音もね入ってるし、最高だけど、私はねやっぱりあの最後に2人で、うんうん、あのエンジンをチューンアップ、うん、同時に言うところが ね、エモい。エモいね、決まってるよね。いや思い出した、エンジン音も聞いたってことはさ、うんうん、エンジン音 G12 も聞きたくない。エンジン音 G12 の音声入ってます。やったー。もちろん。ではエンジン音 G12 のコマンドを入力して合体音声を聞いていきます。G12 フォーメーション、エンジン合体。ヒューマンワールドの人間とマシンワールドのエンジンの心が絆でつながれるとき、エンジン音 G12 が降臨するんだぜ。ダルダル、エンジン音 G12 チューンアップ、ゴーオン。バンダイマニア、いや嬉しいわ、これ G12 ね、伝説の、いや本当にこの音声大好きだからさ、うんうん、最高だし、っていうか、うん、待って、そのまま受け入れたけどさ、うん、コマンド入力ってみたいな。そうなんです、コマンド入力してね、すごくない。本当にもう劇中の再現度めちゃくちゃ高く遊ぶことができるんですよ、うん、いや本当にもうね、コマンド入力もできて合体音声もできて、もう本当大満足、お腹いっぱいですもん。最高です、もう、いっぱいですか。あ、え、うん、いやでもですよ、はい、さらに G6 そして G9 の
合体音声も聞くことができるんです。全部聞けるじゃん。そう、そしてねコマンド入力もそれぞれできちゃうわけですよ。それぞれ違うんですか。そう、それぞれ違うコマンド入力ですよね。 G6 と G9 の時はすごくないですか。そう、それもしっかりできるんです。やば、なりきりのタッカー。そう、もうめちゃくちゃ再現できます。G6 フォーメーション、エンジン合体。ダルダルダル。6体のエンジンと5人の心が一つになり、さらなる巨人エンジン王 G6 が生まれるぜ。エンジン合体。7人の心と9体のエンジンの魂が一つになるとき、エンジン王 G9 が降臨するぜ。皆さん手に取って実際に再現して遊んでみてください。ゴーフォンメモリアルエディションはプレミアムバンダイにて現在予約受付中。皆さんぜひゲットしてみてください。今日の動画はイデニーとナイマルがお送りしました。このアイテムが気になったら概要欄をチェック。そしてバンマニでは今までにもスーパー戦隊シリーズのアイテムをたくさん紹介しているので、高評価チャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。